ろしくお願いします。第1回におめでとうございます。まずB リーグチェアマン就任おめでとうございます。おめでとうございます。島田さん、コロナ禍という未曽有の事態の中、B リーグはいろいろあって遅れた、近況といいますか、目下の今島田さんのですね、課題感というとどんなところになるんでしょうか。まずは次の秋のリーグをしっかりとスタートさせていくっていう、その目の前の一歩というところなのかなというふうに思うんですが、それ以外も含めてぜひお尋ねしたいなと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、当然のことながら昨シーズンの3月に終了して、残りの3、4、5がなくなったっていうのは、リーグにとっても各球団にとっても3分の1ぐらいを未消化に終えてるんですよね。3分の1ですね。はい。何が起こってるかというと、3分の1、いわゆるシーズンの後半で優勝争いになる一番佳境で収益が高い、チケットが一番売れる時期にチケット収入がなくなり、会場に来たお客さんがグッズを買うこともなくなり、はい、で、スポンサーにおいては、いわゆる、不可抗力ではありますけど、返金を要求されるようなこともあり、そんな中で、かなり厳しい財務状況に陥って、およそ8割の球団が、本来予測としては全球団初めて黒字経営ということも予測してたんですけど、3分の2は赤字に転落を、最後の3分の1でしました。で、リーグはありがたいことに、どちらかというと事前に確定してる運営なので、はい、なんとかなりましたけども、どちらかというと、各クラブ、球団が厳しいという状況で、分かりやすく言うと、試合がないということは、この商売はもう成り立たない状況なので、3分の1でも、そういうもう経営危機に陥る球団が複数あったことを考えると、10月から始まる、来シーズンですね。私の一番の役割としては、何が何でも、その PCR 検査とか、その安全対策も含めて、万全の体制を整えて、滞りなく、試合を行うということが、目下一番のですね、課題かなと思ってます。島田さんのこれまでのキャリアについて詳しくお聞かせください。スライドに投影されますのは人生の折れ線グラフであるエンゲージメントグラフです。現在島田さんは49歳ということで、25歳の時に起業されてからまさに人生の半分を経営に捧げているということになりますね。で、学生時代も含めると大きく2度にわたってどん底から這い上がられているということになるでしょうか。特に経営に携わってから逆境を切り開いてきた、そのきっかけについて聞いていきたいと思います。やっぱり 9.11 ですかね。そうですね、 9.11 は人生の大きい転機だと思いますね。独立し経営の道に入ってから同時多発テロが起こったのは何年ぐらい経ったことになりますか。5年弱ですかね。ですから、そういう意味ではある種必然と言いますか、25で起業はしましたけど、共同経営だったので、私がまだ代表取締役社長というトップではなかったので、遅かれ早かれトップの座について商いをしていかないと、30代で、稼いで引退するっていうことは実現しないと思ってましたんで、どこかで、再独立を図らなきゃっていうことを模索してたタイミングでの、テロだったので、何ですか、何の迷いもなく、むしろ、テロに背中を押されたぐらいの感じで、独立したっていうのを覚えてますね。取締役を退任され、その後再独立される、その間にはどういうことがあったんでしょう。その間にどういうことがあったというよりも、2ヶ月ぐらいでもう会社を立ち上げてましたね。2ヶ月ぐらいで、はい、9.11 が起こって経営難に陥って、何の迷いもなく辞めようっていうふうに決めたんですけど、決めて社長に話をして、その会社を去ったのが5月の中旬ぐらいなんで、テロがあって、いろんな財務処理も含めて対応して、10月の15日前後ぐらいに、完全に辞めて、で、家にこもって会社設立の方法とかっていう本買ってきてですね、お金がなかったので、司法書士に会社設立を頼んだりすることもしなかったので、全部自分でやってましてですね、
で、登記が完了したのが12月の12日なので、実質会社を去って2ヶ月後には、まあその暗雲立ち込めるような社会情勢の中、まあ、もっと早く本来はできるんでしょうけど、手探りだったので、電光石火で会社を作って2ヶ月後にはスタートしてましたね。2ヶ月後にスタートしたのが海外出張専門の旅行会社ですよね。そうです。これはもともと決めていたんですか？そうですね、もともと25で立ち上げた会社っていうのは、その通信販売的にバン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 電話が鳴ってお客様をさばいていくような商売では、まあなんかつまんないなと思って、お客様とじっくり向き合って旅行をサポートするっていうことで作ったのがウェストシップっていう25歳で起業した会社なんですけども、はい、まあそれと同時にネットの波が押し寄せて、どん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 旅行っていうのはネットに変わっていったりとか、まあ中間卸問屋的なところはもう飛ばされる時代が来てて、まあ面と向かってしっかりサービスをするとかっていうのはなかなか厳しくなってくるだろうなってことを結構早い段階で気づいて、じゃあまあニッチな法人出張に特化するという、まあ当時は考えられなかったような事業モデルに変えたら、まあそのウェストシップって会社が後半伸びたんですよね。でその伸びた時のクライアントが、私が立ち上げた時にそのまま島田さんがいるんだったらもう会社乗り換えるよって言ってくれる会社法人がたくさんあったんで、もう、まあスタートダッシュを切るためには、その状況を借りるしかないなっていうのもあったし、まあ小さい会社なんであれこれやるよりももう専門特化した方が良いだろうということで、まあ海外出張専門ってことを、標榜してスタートしたという感じですね。島田さん、これウェストシップってどういう意味なんですか？これは西船橋なんです。なるほどですね。25でその時起業した共同経営の社長がたまたま西船橋に住んでて、はい、ウェストシップということで西船ということになったんです。で私がなんと15年後ぐらいにバスケ界に関わることになった時に、関わるようになったチームのホームが西船橋と。そうですね。ということで奇遇だったんですけど、西船橋に縁があるようで帰ってきました。ビジネス経験としては前半はもうほとんど、まあ、旅行会社にいたっていうのもあるんで、まあ本当にアジア通貨危機とか、中東戦争とか、SARSとか、米国テルということで、もう本当に利益率の低いビジネスなのに地政学的リスクにすぐ翻弄されるというこの非常に難しいビジネスをやりながら雇用を、まあ労働集約的なビジネスだったので人も雇用しなきゃいけないっていうのが、本当にこんなんでやってけんのかなっていうのはもういつも思いながら、もう大きくなったらリスクだし小さいままだと、広がらないしっていうのはもういつも悩んでましたね。そうですね。今言ったようにその小さくてもダメだし、投資しすぎてもダメだっていうこの鉄則というか、チャンスを逃していったら何のために起業したのかわからないと。ただしイケイケどんどんになると必ず寄り戻しは来るので、そのあたりのこう、まあ、経営感覚というかバランス感覚というのが非常にもう長けてらっしゃる。これはもう何か先天的な部分というのは多分大きいと思うんですけども、これも見ていただくと小さいこのへこみ17、8歳、その後の小さな上昇、その後のやっぱ30歳の前半の小さな大きなへこみがあってからの大きなやっぱりジャンプアップっていうところになっているので、もう一山、もう一谷、もう一山来るんじゃないかなっていう気もしてますけどその多分私の知ってる経営者に比べると、どちらかというと私そんなに野心がないんですよね。20代に起業するときには本当に金儲けしていい車乗ってね、素敵な女性捕まえてとかって考えてた一般的な男性ですけど、ギラギラした時代は当然あったんですけど、まあ、30中盤ぐらいからもうそういうのが全く、ちょうどこの落ちてへこんでるとこですね、この頃にちょっと悟ったというか、はい、もうそのガツガツ生きるのはやめようというか、本当に何ですかね、時の流れに身を任せじゃないですけど、状況に何ですかね、逆らわず、まあお客様にとって良いこととか、まあ従業員にとって良いこととか、まあ社会にとって良いことっていうのをもう純粋に突き詰めてやっていこうぐらいに、もうその大きく羽ばたこうなんて感覚なくなった瞬間に逆に良くなったんですよ。欲が
欲が薄れてから登ってきたんですよね。欲が薄れてから、30代前半って一番こう欲があってギラギラする時代なのかななんて思ったんですが、そこで悟ったんですね。もうね、そのギラギラしてることによる弊害というか、まあ従業員との圧力とか、従業員との摩擦とか、お金中心な価値観であるとか、まあなんかそういうなんかものにこうまみれてですね、自分が汚れまくったっていうのが痛感したのが30中盤ぐらいで気づいて、でそこを反省し、リセットして生き方を改めようと思ったのがまさにこの30中盤ぐらいなんですよね。そこからなんか、うん、逆に怖いもの知らずにガンガンやってたところからもう本当に違った意味であまり怖いものがなくなったというか、うん、もうなんですかね、まあ、悟っとったら大げさな話なんですけど、まあもう自然に生きていこうっていう感じになりましたね、うん、そこからなんか自分がガツガツやらなくてもまあ目の前のことをちゃんとやって人を大事にしてるとなんとなく大御所に引っ張られたりとか大御所に可愛がられたりこうなんか引き上げられて引き上げられて今に至るみたいなところがありますね。高橋社長、いろんな経営者の方のエンゲージメントグラフをご覧になっていると思うんですが、はい、島田さんのエンゲージメントグラフはこうハイとローがあったらローには寄ってないんだなっていうふうに私思ったんですが、この辺りいかがですか？それもやっぱりポジティブな謙虚かつポジティブな方の特徴だというふうに思ってますので、やっぱり意外とこう自尊心が強くて大きく見せようとする方ほどこのアップダウンをこう激しくしかも数を多くですねこう組み込んでいかれるというのを私も別にこれの専門家でも何でもないんですけどただやっぱ多くの方のこう見させていただく中では謙虚かつ前向きな方の典型的なグラフだなというふうに思ってます。島田さん、謙虚になって大物にこう引っ張り上げられる法則がないにしてもこう何がこう功を奏したというか2つぐらいあるのかなと思っていて、まずはその起業家という経験の中で、一つの成功体験、 IPO だけが成功ではないと思いますし一つの M&A というのも成功とくくればですね、そういう一つの成功体験があるということと、あとは、どうなんでしょう。遊んできた経験っていうのはおかしいんですけど、一生懸命やっぱりこう、ギラギラとやってきたっていう、仕事も遊びもギラギラとやってきたっていうものの、うん、いい意味のこう反動が、例えば人とのご縁っていうものをこう、育んでいかれる、そういう何か引き寄せの法則みたいなものを持たれてるんですかね。そんなになんか育んでる感はないんですけど、はい、おそらく一番大きいのは、はい、何ですかね、この15歳 中学3年の卒業式をもって私は越境して一人暮らしをしながら15で山形 に新潟から移ってんですよね、はい、でそこで3年間親元を離れたんです。15で、はい、その時にやっぱり相当孤独でしたし、辛い練習とかをして、バスケ部だ、サッカー部だったので、はい、そこで、なんだろうな、親のありがたみを結構15、6で知れたっていうことですかね。なるほど。うん。で、親があってこそ今の自分があるとか、親があってお金出してくれたからこんな私学とか一人暮らしまでさせてもらえるとか、その本来であれば22とか場合によっては25とか場合によっては30ぐらいに気づくようなことを相当多感な時にもうしんどかっただけにありがたさが強烈に突き刺さりまして、なのでまず親に感謝するっていうことを不良になってる場合はなかったですし、そこがまずベースになって、まず感謝するっていうことをそこで覚えて、なんですかね、人との付き合いの中でそういう感覚は持ってきたとは思いますと。で、はい、ただ、やっぱ若くして25で起業して、多少は他の人よりもお金も手にしたり、
自由も手にしたりとかっていったときに、そのせっかく誰よりも先に経験できた、そういう謙虚になりうる感謝心っていうものが打ち砕かれるかのごとく、こう汚れていったと言いますか、汚れていった、はい、乱れていったと言いますか、はい、そういうことを気づかないんですよね、やっぱ若いんで。うん、そこで自分のその M&A をし、あ、30代で引退して旅したいとか自分でいい思いしたいとかっていう自己実現だとかっていうことで、そういうことがも会社の目的になって、社員だったり周りがすごい離れてしまった時に気がついたのが、答えはその己の心持ちにあるということを気づいたのがこのそこですね。でそこからなんだろう、リセットして、そのゴリゴリお金儲けとか、人を蹴落としてでも のし上がるとか、そういう持ってたものが全部そがれてから、なんですかね、やっぱりオーラも空気も変わったんでしょうね。うん、でそういうことで、本当に皆さんのおかげですとか、ありがとうございますとか、そういう言葉も増えましたし、まあ、そういうことをやってるうちに、まあ、過去にそういう経験も多いし、その割には謙虚だなっていうことで、大先輩の経営者とか、いろんな方々から、まあ、根性はあるけど、まあ、腰も低いし、まあ、それなりに苦労してきたんだな、こいつは、みたいな感覚で、こう、可愛がってもらえるケースが増えて、チャンスが増えて、うん、そこになんとなく引き上げられていったっていう、そんな気はしてます。ちょっと長くなっちゃいました。まあ、展望といっても、まさに今、昨日から B リーグのチェアマンに就任をして、なんですかね、初めてその、私は株式会社にずっと属して25から来て、いわゆる利益を生んでいくっていう、その組織の中でリーダーシップを発揮してきましたけど、まあここは当然利益なくして、その、リーグ運営が大きくなることはないんで、ビジネスを大きくしていくっていう意味では一緒ですけど、そこに公益性がかなり大きく、出てくるビジネスっていうのは、まあ実際初めてですから、そういう意味では、社会性と事業性というものをうまくバランスよくマネージしなきゃいけないっていう新しい挑戦だと思ってるので、まあ、そこはワクワクしてますし、世の中に与える影響は今まで私がやってきたビジネスより大きいので、なんですか、楽しんで、まあ、このコロナ危機を乗り越えて、まあ、できれば、その、評価基準はどうであれ、野球サッカーをある種超えるような、日本でナンバーワンの、その、まあ、スポーツ産業といいますか、に押し上げられたらいいなとは思ってますけど。それ何年スパンですか、今の目標は。まあ、ご自身の代でっていうところなのか、そこも凌駕して、少し長い目で見てっていうところなんですか。そうですね、この、任期がですね、この法人は最大2年、4期、8年なんですよね。ああ、はい。ですから、8年でやれることって限られてると思うので、まあ、8年も、その4回、その、信任されて、理事会で承認されなければいけないので、私の意思でできることではないんで、まあ、そもそも何年やるかっていうのは、他力本願なところがありますけど、はい。まあ、少なくとも、そういう世界観の片鱗が見せられるような、世界観の片鱗、はい。状況までは、少なくとも、私の代でたどり着かせたいなと思ってますけど。Y イコール X の A の角度ですね。変人とは。そうですね。引っ張っていったら行くねっていう、この変人ですね。そうですね。島田さん、最後じゃないですよね。キャリアで言うと。8年ですから。8年プラス8ですと57にしかならないんですけど。そうですね。最大でも。うん。はい。その先って、どうなんでしょうか。いや、まあ、先ほど言った通り。なんで2日目でこの質問すること自体がもう、とんでもない質問なのかもしれないですけど。早いですよね。はい。まあ、早いですけど、まあ、そのスピード感好きですけど、はい。いわゆる先ほど言った通り、その38で引退した時に、はい。もう、ビジネスはしなくていいかなと思って辞めたんです。うん、で、2年半旅してる時に、飽きてきた時に、千葉ジェッツの話があって、もう一回やってみようかなと思ってきたのが千葉ジェッツで、はい。一生懸命やったら気がついたらこれをやってくれって今ここに来てて、はい、多分これを一生懸命やったら多分私の我欲ではなくて何らかのオファーが来て何かつくんだろうなっていうふうには思ってますけど、そこは私とはかけ離れたところで、なんだろう、運命がこう引き、なんですかね、
運命に導かれることに自然に乗ってちょうどいい時に知ろうと思ってます。なるほど、素晴らしいですね。もう レールは自分で引くレールではなくて、まあ、今の目の前の、まあ、人事を尽くしていれば天命が降りてくると、はい、いうことですもんね。それしかないかなってシンプルに、はいはい、もう一回起業するっていうのはないんですね。それはないですね。ああそれはない、なるほど。それはないと思います。もうそれないっていうのはもちろん未来のことは分かりませんけど、そのどっかの会社のオファーを受けて引き受けるとかってことはあるかもしれませんけど、自分で起業するっていうのはもう何だろう、またゼロから今立ち上げて苦労しながら会社を大きくするっていうフェーズではもうないと思いますし、むしろそういう人たちをサポートする側に回った方が良いと思うので、自分でなんかガツガツもう一回何か一発当ててやろうみたいな感覚はもうこれは 100% 起こらない、うんうん、なるほど、はい、ありがとうございます。島田さんのまだ人生折り返してないのでこのテーマ人生100年時代っていう実はもう一つ裏のテーマもありますんで、ギリギリです、ね、はい、ギリギリですけども、私自身が本当にワクワクしてますんで、はい、島田さんのこれから の未来のエンゲージメントグラフ、明日の履歴書をですね、はい、一つ一つ刻んでいくのを楽しみにしてますんで、ありがとうございます、はい、私にできることは限られてますけども、何かこれからもご一緒できればと思っておりますので、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日の履歴書、未来に挑戦し続けるリーダーたち、本日のゲストは B リーグチェアマン島田慎二様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。